人間の肉体内に入りてその霊子を完全に発育せしめ、現人同様の霊体を作り上げ、地上の世界において全徳を積ませ、完全なる霊体として天国に帰らしめんがためである。故に現代人の肉体は天人妖精の縄代であり、学校であることを悟るべきである。道の処理は単にその体っていうのは宿屋で、まあ宿屋ですから、そこで、一泊とか二泊とかすれば出ていくもんだと書いてあるわけですけども、ここでは肉体っていうのは天人を養成するための縄代だと。で、縄代の中で完全なる霊体になる、完全なる霊体になるためには肉体が必要だよと、あるいは限界が必要だよと、こう説かれているわけです。で、その目的は天国を無限に開く、天国を発展させていくために、そのために限界で我々は霊体を発育させる、させる、成長させる、これがまあ人の人生だよ、そういうふうに示されているわけです。丸の5に行きます。ここから少し難しくなります。これ第48巻の聖王法です。この第48巻の聖王法、ここはちょうど人の部分だけなんですけども、48巻の聖王法のところはですね、大元の神官であるとか、あるいは霊界官であるとか、それがあるいは、天の弥勒さんがですね、なぜ降りてきたかと、来たかとかですね、なぜこの世の中が、乱れてきたとかですね、その中で人は何をしなければならないとかですね、この48巻の聖王法、非常によくまとめたところです。で、その中で人のどんなふうに生きていくのか、そこの部分だけを、まあ、取ったんですけれども、はじめは先ほどの話と一緒です。すべて人間が現実界に生まれてきたのは、いわば天人のエラのごときものである。人間は天人そのものである。また在天国の天人は人間が全徳の発達したものである。天国の天人っていうのは我々と同じだよという、人間は限界の生を終え天国に復活し、限界人と相似せる生涯を永遠に送り、天国の円満をしてますます円満ならしむべく活動せしむるために、狼の目的によって作りなされたものである。天国を開いていく、あるいは天国を円満にしていくために、人間っていうのは神様から作られたものだと、人間っていうのは作られたものだよと。故に高原における天国および霊国の天人は、一人として人間より来ないものはない。狼様を除くほか一個の天人たりとも天国において生まれたものはないのである。から天国に天人がいると言っても、もともと天人はいなかったということです。天でその天から霊子として下されたですね、ここで天人として養成された我々が、人間が天国に行って天国を形成していく。もとより天国には天人はいなかった。あとまあ話もしますけども、地獄にも魔王はいません。そのように書かれています。天国は限界で、成長したものが天国で天人になっていく、その天人が天国を形成していくんだと。で、ここまではまあいいんですけども、この後です。非常に難しい言葉が書いてあります。必ず神格の内流は終極点たる人間の肉体に来たり、ここにとどまってその霊性を発達せしめ、しかして後天国へ復活し、ここに初めて天国各団体を構成するに至るものである。故に人は天地競輪の主催者といい、また天地の花といい、神の泉屋となるゆえんである。
必ず神格の内流は終極点たる人間の肉体に来たいという。実はそれをですね、下に図を、まあ、これも私の図なんで、図なんですけども、これはあの詳しくはですね、まあ、その下にあの丸六として神格の内流の終極点って書いてますが、要は天界で神様が世の中をどのように作ろうか、どういう目的で作ろうか、よくこの目的をですね、用という言葉で使ってあります。ちょっと話はそれますけども、この西洋文の中で、伊豆の御霊と水の御霊、伊豆の御霊っていうのは神格の本体って言います。これが本体ですよ。一方水の御霊、水の御霊っていうのは用だと、あるいは目的だと、こういう説明があります。言葉として非常に難しいですけど、これは現在2代のですね、本質をですね、明確にあるいは端的に表した言葉です。本体です。僕はまた例えますけども、コマです。コマの本体、コマってコマですね、回すコマです。で、コマがコマたるゆえ、コマが回ることによってですね、コマの目的が果たす。コマが単に倒れていたんではですね、意味がないっていうか、あとそのジャイロコスターですか、位置をこう定めていくのにジャイロコスターっていう、まあ、一種コマですけども、コマがコマとしての、本来の目的を果たす、本来の用を果たす、この本体が伊豆の御霊、回った状態です。回った状態としてコマがコマたる目的を果たしている状況、これが伊豆の御霊です。こういう説明です。で、ご神明ですね。ご神明っていうのは状態に対してご神明がつきますから、この本体という状況が伊豆の御霊というご神明、あるいは回った状態を伊豆の御霊というご神明、これに具体的にですね、観世音の狼であるとか、あるいは国徳太子の御事であるとか、牛虎の根人であるとか、翡翠猿の根人であるとかですね、こういう神様というのは状態ですから、状態に対してご神明がついてくる。あるいは昨日も大国徳太子の御事と国徳太子の御事がありました。ちょっと話しておりますけれども、大宇宙を守護されるのが大国徳太子の御事、別名雨の御中主、あるいは天照すすめお御神、すめお、あるいはこれを違いに弥勒の狼とこう唱えることがありますけれども、大宇宙、宇宙のを神様が、ご守護される、あるいは主催される、なんて言葉でいいんですかね、が大国徳太子の御事、これのこの地球ですね、地球を守護される時のご神明が国徳太子の御事、これ
要はその範囲でも、範囲でもって大の字がついたり、あるいはつかなかったり。で、祈りの対象がこの大国と形の御事、これを通信とも言います。これに祈りをするんですよ。こういう大元の教えになっております。ちょっとそれましたんで、これを出ます。そこでさっきの天界、天界を作る、天界からその神様が何の目的で世の中を作っていくか、まあ、用という言葉で、どういう目的で、駒なら駒を回す目的、ある目的がある。この神格の内流がですね、最終的には人の外分ってあります。先ほどの内分とか外分とか、本来の心の部分、あるいは表面的な外分、そういう話がありましたが、この外分の終局点、人の内分のみならず外分までですね、ここまで行き尽くすから、人は天地経輪の主体なんだよ。ちょっと難しいですけども、もともと天地を作る目的を人に付与する、そのために人を作ったんだと。だから天地経輪の主体なんだよ、そういう説明がされています。で、なおかつ言えば、人の存在、これは別のところにありますけども、こっち自然、まあ、限界ですね、自然界という言い方もあります。自然界と、天界ですね、天界という捉え方、これを調和をする、調和をするのが人間だよと、調和をするのが人間だよと。で、太古の昔はこの調和を人がきちんとしてたけれども、だんだん人が外分的でですね、なんていうかな、物質的になってきたから、この天界と自然界の調和をですね、人間が成し得なくなった。で、ちょっと詳しい、難しいですけど、このきちんと成し得るようにする、そういうことにするのが今回の大元の、建て替え、建て直しだと書いてあります。それがどういう世界かというと、天人とですね、天人と玄界人が直接意思疎通ができる。これを黄金時代と言います。黄金時代。で、これはだんだん世が、降りてきて、白銀時代とかですね、黒鉄時代とかですね、で、今や、暗闇の泥土時代とかですね、だんだん世が、物質的っていうか、神様からだんだんこう遠く離れていくんですけども、それを元の黄金世界に返すんだと。これが元の今回の信仰の目的だと、そういうふうに説いてあります。だからもともとこういうふうに、天のあるいは神様の目的を作る、あるいはこれ天下の基礎だとも書いてあります。基礎、ものの基礎ですね。人っていうのはそういう基礎になるべきもんだと。ただちょっとまた変えて書いてあるのは、基礎となるべき人間が人間たるの役割を果たしてないから、この基礎をですね、開祖が、開祖の聖霊たる若姫君ですね、若姫君の御事って言いますけども、若姫君の御事がですね、基礎となって、人に代わって基礎となって今回の建て替えをするんだと。そういう開祖なり、あるいは若姫君の御事が、今回の建て替え、建て直しの、に関わっているお役まできちんと説いてあります。非常に難しいところですけども、結構読めば随所に書いてありますという難しい話ですけども、神格の内流は終極点たる人間の肉体に来たり、ここにとどまってその霊性を発達せしめ、
要は天界から流れてくるもんでですね、我々の霊性が発達するんだよ。霊性が発達すれば天国に帰っていける。霊性ということはですね、我の本体は霊性だよ。霊性が発達して天国に帰っていく、いけるんだよ。こう説明がしてあって、天地経輪の主催者、あるいは天地の花、神の君や、ここに三大大元教師がありますけれども、神は万物普遍の霊にして、人は天地経輪の主体なり、心神合一してここに無限の権力を発揮すという、ここの神があって、神の目的が人の中にそのまで、まあ内流って言いましたかね、神格の内流ですね、神格の内流を受けた人が天地の経輪の主体である。で、無限の権力を発揮するんだよ。まあ、非常に短い言葉でですね、大元教師というのは説いてあるんですけども、実に中身深いですね。からまあ、これに限らずですけども、物語っていろんな風に説いてあります。この二行のこと、あるいは天地経輪、この言葉自体の中にですね、非常に深い言葉が書いてあるんで、一生懸命我々理解していかないと本当のところわからないんだろうなと思います。7番に行きます。聖守護人と副守護人、宇宙には霊界と玄界との2つの区画がある。しかして、思考士というかな、霊界にはまた高原と根底の国との両方面があり、この両方面の中間に介在する1つの界があって、これを地方界または精霊界というのである。先ほどのお話の中で、まあ、地方界あるいは精霊界の話だったと思うんですけども、まあ、これは宇宙の構造の話ですね。人間は霊界の直接または間接内理を受け、自然界の物質、すなわち五十有の三大原質によって肉体なるものが作られた。この五十有の三大原質、昨日佐藤さんが説明された雅の言葉の中にですね、樽結び、菊結び、玉爪結びという三大原質ですね、書いてありましたけども、それで肉体のあるものを作られ、その肉体を宿として精霊、これに宿るものである。その精霊はすなわち人間自身なのである。要するに人間の区画は精霊の居宅に過ぎないのである。この原理を霊主体重というのである。まあ宿であったりとか、天人の枝であったりとか、まあそういう入れ物たる区画ってありますんで、入れ物です。人間の区画は精霊の居宅、まあ住むところですね、に過ぎないのであってありますけども、この原理を霊主体重というのである。ここに霊主体重という言葉が使ってある。よく霊主体重、霊主体重と言いますけれども、これを霊主体重というのであるというですね、ここを書きましたけれども、区画たる肉体にですね、これ前肉体だと、肉体の中に精霊が宿っているというですね、これ極めてシンプルっていうか簡潔っていうのは、これを霊主体重というんだよ。これが霊主体重だと、ここで説いてあります。こういう状態であれば問題はないんでしょうけども、これが大使霊獣、大使霊獣のことは書いてありませんけども、あるべきこういう肉体の中に精霊があるんだという、これが
変わった時にですね、変わるってまた後で話をしますけども、それが大衆霊樹だよ。普通にこうある肉体の中に精霊が入っている、これが原始体重。その後ですね、図の左側の文章ですけれども、霊なるものは神の神格なる愛の善と真の真より形成されたる一個体である。しかして人間には一方に愛心の想念あるとともに、その前ですね、霊というものは、まあ精霊です、霊入ってますね、霊というものは神の神格なる愛の善と真の真より形成されたる一個体。もともと人の霊魂、これは神の神格、神格ってなかなか難しい言葉だと思いますけども、愛の善と真の真ですね、まあ、これが狼の神格だと、神様の神格だと、これがまあ本体だという話ですね、神の本体だと、神の本体を精霊として人間は受けている。しかして人間には一方に愛心の想念、これは愛の善と真の真ということですね、愛の真の想念あるとともに、一方には身体を発育し現実界に生き働くべき体欲がある。この体欲はいわゆる愛より来るのである。いずれ愛より来るんですけども、肉体ですね、肉体を、肉体も保たなければならないわけですから、これもいわゆる愛より来るんだよと。決してその汚れたものとかそういうわけじゃないですね、守らなければならないという愛から発したものだよ。しかし体に対する愛はこれを慈愛という。この愛は慈愛だと、よくこの言葉は使います、後でも出てきます、慈愛だと、肉体を愛することは慈愛だと。しかしこれはなくてはならないのです。神より直接に来るところの愛はこれを真愛といい、神を愛し万物を愛するいわゆる普遍愛である。さっきのここの愛の善と真の真、これが神の愛だよと、これが神の愛だよ、肉体を保とうとするのは慈愛だよと。この慈愛と神の愛、これが後ほどずっとこれが中心的な課題になってきます。でこれが普遍愛、神は万物を普遍ってありますけど、全てに行き渡った愛だ、これが普遍愛だよ。こう説いてある、普遍愛だと、神の愛とは普遍愛だと。また慈愛は自己を愛し自己に必要なる社会的利益を愛するものである。自己に必要なる社会的利益、これよく世間愛って言います、慈愛と世間愛ってよく言葉として出てくるんですけども、これは世間愛です。自分に都合のいいものだけ、世の中で自分に都合のいいものだけ愛する、世間の人を愛するわけじゃないですね、世間の中で自分にとって都合のいいものだけを愛する、これは世間愛、世間の人を愛するのではない、その中でも都合のいい人だけを愛する、これは世間愛。あるいはこれを自利心とも書いてありますね、仏教用語でしょうか、自利心とも書いてあります。僕は確かね、自得定とかいう言葉も確かあったと思います、自得定だったかな。
人間は肉体なる限り慈愛もまた必要かくべからざるものであるとともに、人は基本源に遡りどこまでも真の親愛に寄生しなくてはならぬのである。下の段に下の段にその段に休憩にします。10分間休憩です。これでは、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 これで
Yeah.